n h k ミュージックエキスポ2023第1回は9月14日22時から NHK 総合にて放送世界を舞台に活躍するアーティストを特集する音楽番組 NHKMUSIC エキスポ 2023NHK が送る新たな特集番組が始まる画像 New ジーン n s n h k ミュージックエキスポ2023 デノトークの様子記念すべき第1回は2023年の音楽シーンでグローバルな活躍を続けている8組の超豪華アーティストたちが登場他では決して見ることができないスペシャルなステージを見せる2023年アイドルラ・ J-POP という枠を超え世界中で話題になっている夜遊びと4月に発表したアルバムが全世界で620万枚を超え K-POP 史上最高の売り上げを記録したセブンティーンの楽曲制作を担う王子。そして8月に、ビルボード200で1位を獲得し、世界の音楽シーンで大きな話題を呼んでいるニュージーンズが番組で出会い、今年を代表する3大アーティストによるスペシャル対談が実現する。今年、結成10周年を迎え、ドームライブを成功させたミセス。 グリーンアップルはストリーミング再生数が地震最速で3億回を突破したダンスホールを観客に360度囲まれたステージで披露。アンドチームとトラビスジャパンは一夜限りのスペシャルダンスコラボレーション。人気若手アーティスト2組によるミュージックエキスポならではのスペシャル企画となる。K-POP ボーイグループの中でデビューから最速での東京ドーム公演を控えているエンハイペンはバイトミーを披露。 8月にアメリカの88ライジング主催の音楽フェスに出演し、大きな話題となった新しい学校のリーダーズも出演する。ぜひチェックしよう。番組情報 NHK 総合、NHK ワールドプレミアム、NHK ミュージックエキスポ2023、9月14日、期、22時から22時45分再放送、9月18日、月曜日。 23時50分から24時35分。NHK 総合のみし会。山里亮太。南海キャンディーズ。出演。楽曲。新しい学校のリーダーズ。大人ブルーマ人間。アンドチーム。ファイヤーワーク。エンハイペン。バイトミー。セブンティーン。今明日世界が終わっても。トラビスジャパン。キャンディキッス。ニュージーンズ ETA。ミセス。グリーンアップル。ダンスホール。夜遊び、アイドル。 サマーソニック2023ライブ映像。